ちゃん、まおです。はい、今回は舞台で踊る上でとても大事な歩き方、走り方っていうのをポイントをいくつか踏まえて、実際に私がやるところを見せながらお話ししていこうかなっていうふうに思います。舞台で踊る上で必ずこう歩いたり走ったりっていう動きは出てくると思います。特にコンクールでは舞台袖から歩いて出てくる瞬間で審査員の先生はその子の踊りを見るかどうか決めるっていうふうにも聞いたことがあります。それは公演でも同じで、歩いてくる瞬間っていうのはすごくお客様の印象に残るっていうふうに思うんですね。なので私なりに考えた綺麗な歩き方、走り方っていうのを今日お話しできたらなっていうふうに思います。それではレッツゴー。はい、それでは早速お話ししていくんですけども、ちょっとね、スタジオで撮ってるのでだいぶ声がボーンと響いてしまって聞き取りづらいかと思うんですけど、字幕をところどころ入れながらお話ししていきます。すいません。はい、それでは早速まず一つ目の歩くということについてお話ししていきます。綺麗な歩き方の一つ目のポイントは、かかとをつけずに歩くということだと思います。これはね、もうおっしゃってる先生も多いのでご存知かとは思うんですけど、かかとをつけずに歩くというのにもちょっとコツがあるのでそれをお話ししていきます。まず私流なんですけど、こうかかとをつけずに歩くっていうのはただただこうルルベでこう歩いただけじゃちょっとすごいなんか不格好なので、一旦フォアトを持って歩くっていうのをやってみてください。こういう感じ、一回パッて降りる、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 パッて降りるっていう感じです。まずこうワオと思ってこういう風にね、こういう練習をしていただけたらいいかなというふうに思います。で、その時にこう顔っていうか体がこう上下してしまったら私でいて、こうちょっと特にこうフォアとか降りた時に体をクッと上に引き上げるイメージでっていうふうに、あんまり頭が上下しないようにっていうのを心がけてみてください。これが一つ目の
ということで今日は舞台上での綺麗な歩き方、走り方のコツについてお話しさせていただきました。ちょっと説明が下手くそなのでお分かりいただけたかどうかっていうのがちょっと不安なんですけど、もし分からないことがあればインスタでもツイッターでももちろん YouTube のコメント欄でも質問をお待ちしています。それでは今日も最後までご視聴どうもありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。